撮影許可いただいたんで、はい、撮影させていただいてます、各ブースで。で、今ちょっと奥の方まで歩いてきたんですけど、エキゾチックアニマルさん、はい、こちらのお店です。はい、こちらのお店に来てます。こちらちょっと映してもらっていいですか。ミーアキャットお前、下見えねえよ、はい、お前、もうテレビの世界でしか見たことない、ね、実物は初めてなんですけどね。かわいいですね、これ見て。結構すっきりじゃない。これは何ですか。エンジプシャンルーセットコウモリ。コウモリ、はい、コウモリも売ってるんですね、はい、これ見て見て、横で撮るんじゃなくて、こう横に落ちる。かわいいですね。あ、どうぞどうぞ。すいません、ハンドマウス、どうしても可愛くて、え、超可愛い。これすごいですね。これでもう大人ですか。もうちょっと大きくなります。もうちょっと、これで今で3センチ、4センチ、4センチぐらい、4センチぐらいですかね。そうですね。え、持ちます。いいですか、え、いいですか、ちょっと持たせていただいて。あ、やだ、やだ、ちょっとすごい。ヒロさんどう。すごい色合い、いい、かわいいですね。自宅でどう。自宅で、そうですね、昔なんかハムスター系飼ったことはあるんですよ。噛まれてもうトラウマになって飼ってないです。え、だっていいですよ。あと、ちょっと触ってみてください。ちょっと待って、おかしいでしょ、価格。安くない。安くないって分かんないけど、ちょっと相場がなんと、はい、98円と素晴らしい。素晴らしい。今日のイベントでは一押しだよみたいなのあれば。ミントロングですかね。ミントロング、はい、だって猫、一応猫です。え、顔ここだよ、これ。ということで、このビントロングは触れないかという話を聞いたところ、あの、人にすごく慣れてるので全然大丈夫ですという話をいただきました。価格もすごい高かったんですが、まあ、本当にこのエキゾチックアニマルフォスターさん、いいお店でした。また訪れたいなと思いました。はい、ありがとうございます。では次に参り、よろしくお願いします。お願いします。エイエンさんです。水田さんです、社長の。はい、なんか出ていただきました。よろしくお願いします。めっちゃ可愛いの貼ってきました。え、あの、永遠さんのおすすめとかあります。ハリネズミ、あの、ちょっといい、めっちゃ可愛い。あ、ちょっと映ってます。映ってますよ。触ってみます。トラスはね、針がないので、で、目見てもらうと、この子右目と左目で色が違う。オッドアイっていうか、右目と左目違うって。あ、なんか色が違いますね。黒と赤とっていう感じで。そうですよね。すごい、なんかあのルビー色と。そうです。なんかハリネズミ飼ったことはないんですけど、なんかこう、あんまり人に慣れないって聞いたんですけど、どうなんですか。慣れますか。ブリーダーなので、あの、生まれて人間が終わった頃からもう触るので。あ、そう、あ、人慣れ。そう、あの、針かけないですもんね。ちょうど1年前お迎えしていただいたらこんなになりました。え、待って、かわいい。
じゃあちょっと待って、かわいいんだけど。めっちゃかわいいじゃないですか。これかわいいな。めっちゃかわいいやん。なんてこんなに大きく、これで最大サイズですか。そうですね、6×30 ぐらいかな。こちらの子もまだ最大サイズですね。半分ぐらい、半分ぐらい。触り心地も良さそうじゃないですか。うちうち、かわいい、お団子みたい。いやあ、でも全然重さ違う。そうです、倍です。倍だわ。重いんですか。ずっしりしてる。こう触りながらこうひっくり返すと、こうやって、あ、待ってこんな感じで。ほら、かわいいじゃん、かわいいじゃん。かわいいですね。ちょ、カメラマンのヒロさんも後で触ってみたらどうですか。まあ、そうですね、ちょっとあのお願いします。そう、これ触りたいです。違う違う違う、こうこう、片手で大丈夫な。今刺さってます。やったじゃん。もうブレブレです、手が。ハリネズミが一押しなんですね。そうですね。スプラコモンガもね、たくさんいますけど、はい、ちょっとかわいい。かわいいですね。え、目が赤くない？この子クリミノです。クリミノだって。これは。え、これも大人ですよね。大人一歩手前ぐらいですね。これぐらいの。これは多分そうね、いいお値段がするの。そうなんです。この間コンビニで、はい、引っかき傷がいっぱいあったら、お兄ちゃん自殺じゃ、あのためらい傷じゃないよねって言われて。ほら、多分ね、あの社長さんめちゃくちゃこう風貌もいいから、なんか多分なんかそう見えたのかな。いやでも本当にもうこの傷はこう愛情の証だから。あ、結構柔らかい、あの手のタッチっていうの。え、なんかナウシカじゃない？え、やっぱ爪切らないとダメなんですかね。どうなんでしょう。全然痛くないよ。痛くないでしょ。痛くないですね。しかも可愛いよ。めっちゃ可愛いんですよ。これは一匹いかがですか。これ、うん、あの、うん、要件と欲しいとこ、そうですね。すごい。じゃーん、おやつ。あら。え、これ何？これ何？マシュマロです。マシュマロ食べるんだって。マシュマロ。やばいじゃん。もうヒロさん、これ大事に育てよ。こんなマシュマロなの。え、かわいい。待って、イチゴ味だって。そう。あ、こういう商品があるんですね。え、こういう商品もあるんですね。そう、仲良くなるために。え、なんてもう、なんていうの。え、もちろんこれ人間も食べれるんです。え、食べれるの。よかったら試食を。はい、ありがとうございます。いただきます。あ、ちゃんとマシュマロだよ。え、美味しいよ、美味しい美味しい、本当本当。これシリーズもんで青リンゴもあるんで、じゃあ、で、ヒロさん食べてみてください。すみません、はい、いただきます。またの間でも寝る。美味しいよ。美味しいですね。てか普通に食べれるんだ。人が食べれるやつを食べれるんですね。あ、人じゃない、これ小動物用の。あ、小動物用なんだ、ね、こういうおやつがあるんです、小動物用。え、でも人も食べれるっていう話なんですね。そうそうなんですね。え、これ、あ、これ押かな。男の子だよね。なんかさっき、そう、ここはね、少しだけね。そう、ここがほら、毛がなくなるの。そうなんだ。で、さっき教えてもらった。そう、日本語界ではちゃんとはげた方がイケメン。イケメンなんだって。あ、この子ゲットしてください。この子かわいいですね。かわいいですね。ぜひぜひ、おすすめの、ドクターになりますんで。はい、そうですね。もうありがとうございます。ここに貼っていただいて、もう嬉しい。社長さんがつけてるこのポーチ、ね、あ、そうです、そうです。これね、モジャワーです、ね、で、こちらさんに全部ケロキです。ケイって、何これ。ハムスターです。ハムスター種類、なんだこれ、ジャンガリアンじゃなくて、ゴールデンハムスター。キャワイイ。かわいいね。キャワイイ。その子が毛がなくなると好きに踏むさ。まあまあちょっとね。え、待って、これ大人ですか。あ、まだ。ご縁がありましたら、またちょっとお会いして、また撮影させていただければと思います。楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました。永遠さんの店長の水田さんでした。それではまた。
はい、豆デザインさんにやってまいりました。ちょっと撮影許可いただいたんですけど、ちょっと邪魔にならないように紹介したいと思います。お願いします。お邪魔しま す。もうなんだろう、ケージ自体がもう特別なんですよ。見てこれすごくない？いやファンがついてるってことですか、ね、でね、ちゃんとメッシュ 0.5 ミリのメッシュ入れてるんでね、細い指でも大丈夫です。であとパネルヒーターを砂の中にね、あの隠したり、はい、でこれ全部コネクターにしたんですよ。あ、すごい、なるほどね。なんでね、例えばこれ 4,5 年使ってこれがね調子悪くなったとしたらこれだけ交換できますんで。なるほどね。すごく長く使っていただけます。いや普通パネルヒーターってあの多分中に組み込まれるサイズじゃなくて外でなんつうの下にこう敷くみたいな、そうそうそう、一般的なのはそれ、うちもそれ使ってるんですけど、サーモスタットもついてます。サーモスタット付きだよこれ。素晴らしい、素晴らしい。要はあの本当にインテリアに溶け込めるみたいな、そういうあれだよ、もうコンセプト的、多分ね、多分だよ。すごいですね。でね、うちの砂ってカルシウムでできてて、はい、で食べてポイしてもね消化しちゃうんです。コガエとかダニとかカビがね湧かないんですよ。これはねカルシウムの化石なんですよ。でカルシウムの化石になるとpH 値がちょっと違うんで、そういったところにねコガエとかダニとかカビ生えない。そういうことか。もうだって大体さ、こういう生き物飼ってるとカビと、まあやっぱりコガエはつきものよ、生き物って。ね、うん、飛びます、ね、飛びます、飛びます。もう本当によく飛んでるから、うち今さっき言ったね、この砂、はい、この砂でね、作った岩なんです。あ、砂で作ったんですか？岩、はいはいはい、これはね、3つ重ねてこうやって、ね、シェルターに。あ、もう組み合わせていろいろできるんだ。できちゃいますね。これすごくね、水をよく吸うのでウェットシェルターとして優秀なんです。これ最高じゃん。ウェットシェルター必ず上に水入れるとこついてて、まあ、ちょっとおしゃれかと言われれば機能性重視だから、まあ、そんなにっていうところはあるけど、これはもう含ませることができる。だから逆に言うとちょっとなんか自然界に近いよね。一番全部バラバラでも売ってますし、はい、こういったもうセットになってる。あ、もうセットも売ってる。全部販売してますね。これもヒーターついて内蔵で、すごい。これもこれもちょっとこっち足元気をつけてください。すいません、つまずきました。あ、これですね、はい。こちらから購入できるということなので、もしチャンネル見て興味ある方は、あのあとホームページじゃないですけど、なんかありますか？ありますね。もう全部ここからいけます、はい、ぜひこちらからですね、あのお問い合わせというか飛べますので、あのイベントに来れない方は通販という形で、はい、購入できます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、あの今年も、今年もというか久々にやってまいりました、ザリガニホップさんです。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。いやもうちょっといろいろ最初に喋っちゃったんで、いろいろ言ったの聞いちゃったんですけど、実はザリガニホップさん今日もね、ザリガニ持ってきてるんですが、そうなんですよ。最近知ったのはイモリよ、イモリやってるんだって。え、ちょっとちなみにこれって日本のイモリじゃないですよね？そうですね、このイボイモリというやつは、あの、はい、中国の方の原産なんです。ああ、中国、はい、で、このマダライモリはちょっとおしゃれなんです、フランスとか。フランス、はい、あ、じゃあヨーロッパのやつで、あの温度帯ってどれぐらいで管理すればいいんですか？基本的には室温で大丈夫です。暗いところとかそういうのが好きなので、ここでも隠れたりするんで、やっぱり安心できる場所があった方がいいですね。本当ですね、寄り添ってる。ほら、仲間意識大事だから。爬虫類の世界も、あ、これ両生類だけど、両生類間違った、爬虫類って言っちゃったけど、ちょっとごめんね。両生類の世界も、爬虫類も人間も、みんな人類、こう共存、共生よ。まあ、いいこと言ったように聞こえますけど、うん、中身はない。特に中身はないんだけど、そういうことよ。だからみんな助け合って生きてる。いや、助け合ってるかわかんないよ、うん、でも生きてるわけ。歯覚えません？覚えます、覚えます。ですよね、はい、あの覚えるんですか？え、そうです。イモリって人の歯覚えるのよ。それはびっくり。こっちにこう張り付いて餌を補正できれば、全然、あの赤原イモリもするから。あ、そうなんですね。そうだからね、可愛いのよ。
どうですか、まあ、ちょっといろいろ今日ね、要検討要検討、要案件がいっぱいありすぎて、すいません追いつかないですけど、バリバリ本舗さんに会うのだって3回目です。クワタも出してるから。あ、はい、そうですよね。クワタと、そうそう、このレプタイルズに出してるんで、うん、人生で3回会ってます。大きいよ、タイタスの3回は。そうですね、はい、まあ、これからもよろしくお願いします。あ、そうですね、はい、本当に。あとは、うん、おなじみの本舗さんの、そうそう、綺麗ですよね、やっぱり。もう、そうなんです、だからあれなんです、ムシムシランドさんでも。あ、そうです、そうです、もう、そう、そう、だから実は間接的に私めっちゃご縁があって。あ、そうです、ムシムシランドでザリガニ提供させてもらいました。そうなんですよ、はい、でもそれ知ってて。そっちでもご縁があったんですね。そうです、もう、あ、私、あそこで提供されたザリガニが力が入ったことがあるんです。すごいんですよ、だからザリガニホッポさんの名前はもう東北まで届いてるわけ。そうですね、届いてますね、もう。ありがとうございます。もう本当ですよ、だから多分ね、来るべくして今日来てるから、我々もザリガニの規制についての今どういった情報が今どこまで進んでるかちょっと聞いてみようかなと思います。ちょっとポンポさんにまた、はい、ちょっと情報いただきましょうかね、はい、どうなんですか、やっぱ今後厳しくなりそうですか。はい、実はこれアメザリに関しては、じゃ今新しい外来種の規制は入っています。今じゃどういう状態かというと、はい、もうアメリカザリガニと赤耳なんです、はい、これはもう今後、特定外来になっちゃう、はい、ただし今までみたいな特定外来と生きたまま持ってるだけでアウトになっちゃうんですよ。例えばアメリカザリガニ子供が池から持ってきました、はい、それで罰金ですって言ったらすごい困っちゃうんで。なるほど、はい、じゃあ新しいマップ見せどうなるかというと、その取ってきたりするっていうのは全く問題なし、問題なし、で飼育もできます。できるよ、はい、ただそれを逃がすとか、逃がすとか、はい、あとこういったように販売、販売はアウト、アウト、輸入もアウト、アウト、はい、どうですよ、ね、え、じゃあもう本舗さんでこのザリガニ、この綺麗なの買えない可能性がある。はい、もうこういうとこ、その法令が出たらもうこういう販売自体ができなくて、はい、買えなくなります。じゃあ譲渡というか、あげるよっていうのは、今のところ譲渡は OK、 譲渡、譲渡は OK、はい、ってことはもう本当に今のタイミングで購入するのがおすすめですよね。今のところその飼育に関して何か変わったりとか一切ないです。普通に飼育自体が何ら問題ない、ペットとして飼えるので、はい、ただしこういう売るとか輸入っていうところが全部合うので、今極端な例で魚とかなんていう方だと、はい、アロワナとかで餌用のザリガニって売ってたりするんですけど、あれも多分合うと思う。なるほど、本当にダメになっちゃう、はい、いや厳しくなっちゃいますね。ザリガニホッポさんツイッター載せとくんで、皆さんぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あ、どうもマニさんです。どうもマニです。どうもどうもマニさん、ちょっと誰いるかなと思って探してたんですよ。バレない感じで。いや、な、これそこですか。あ、いや、そこの長首亀のぬいぐるみ買っちゃったんですけど、袋がないっていうのでこうやって持ち歩いてます。いや、大丈夫大丈夫、これ可愛いんで大丈夫。でもなんかマニさん、そういうキャラで、これはキャラじゃないです、これはキャラだけど。今日のコンセプトはどういったコーディネート。コンセプト、あ、秋葉ですね。秋葉ですよ、今来てるよ、今来てるワニさんがやるからこそ意味があるんだよ、このコーディネート。コーディネート、そうですね、はい、ちょっとワニさんのちょっとお宅にも行きたいんです。あ、ぜひ来てください。ちょっと連絡させていただきます、うん、あ、ぜひぜひ。もう昆虫採集もね、またなんかライトクラブとか、うん、ね、いろいろ、ね、はい、お願いします。ちょっとワニさん、YouTuber 第一村人発見なんで、ほんと他の YouTuber さん全然見てないんですけど、そういっぱいいるけど、ね、私が見えないだけ。いつもしか見てないじゃないですか。あ、そうか、いけないね、人を探さないといけないです、ね、そうそう。いや、ちょっとマニさん話しかけていただいて、いや、ありがたいです、本当にありがたいです。またちょっとマニさんのチャンネル、皆さんご存知だと思うんですけど、貼っとくので、ぜひ皆さんも見てください。はい、よろしくお願いします。ちょっと秋葉から漂っていい男ですね。また、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、山内さん、どうも。昨日に引き続き、はい、店舗に行ってですけど、ランバージャックさんです、はい、おなじみですね。おなじみですね。
ナンバーさんもちろんクワカムでももちろんねおなじみなんですけれども、ナンバーさんの今日の推しは何なんですか？サガメアルビノとあとは希望子、あとは東部ハゾ。わあすごい。え、これどの程度まで大きくなるんですか？サガメはまあ普通に20、メサブ20センチぐらいかな。あ、じゃあこれぐらいじゃない？うん、これがね、15センチ。え、でもこれもあれですよね、クサガメって基本的にはやっぱバスキングライトじゃないですか、あれいるんですか、紫外線。家の中で買うんだったらやっぱあの全くないあった方がいいね。なっちゃんもまあ大丈夫だけど。あ、そうなんですか。うん、普通のあっちのなんかカメとはリクガメとは違って少し別に紫外線がそんなに必要ないかなっていう。リクガメはこの水溜めなんで、はい、紫外線をすごいショートはしてないけど、全くないのがいるんだ。あ、そうなんだ。うん、で、基本的に水張ったケースじゃないとダメ。うん、この辺はまあそうです。そうなんだ。で、まあ、口を作ったりして、そこでバスキング。なるほどね。なるほどね。これはまあ販売用だから、まあ、このケースに入ってるけど。買うんだったら、もうちょっと水張って、で、そこにスポットライトを当てる。なるほど、なるほど。そこでね、まあ、コーラを干すじゃないですか。そうそう、コーラを干す。やっぱりカラーバリエーションが Python 多いんですよ。まあ、まあ、整理じゃないですか。そうそう、ここにみんな会場スタッフ。もう、これって、じゃあお店、ランバーさんの時は戻っちゃうんですか？もちろん。だって。2日間ね。チューレム語れなくしてはランバージャックを背負えないわけです。わかる。今日はランバージャックの爬虫類部門だから。宮本好きなやつだ。これ泣きますよね。泣きます。すごいのよ声が。これまだこれまだこれで最大サイズ。いや、まだまだもうちょい。ただ左の中では小型なんで、うん、これの大きい個体のお前様よくなる。普通のヒキガエルよりはまだコンパクトだよ。はい、これで、角ガエル、ね、角ガエル可愛いよね。人気ですよね、角ガエル。これペッパーミー、ちょっとね、あ、すごい、ペッパーミー。え、ほんと綺麗。あ、色合いがすごいですね。かわいい。え、これ飼育って簡単ですか？飼育してはそんな水が少ない。目赤くないですか？これアルビノ。アルビノだって。あ、見て見て、目映ってますよね。アルビノカラーですよ。すごい。わ、すごいですね。これもすごい。お買い得ですね。3900円になってる。巣作るんだ。あ、いた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 。うん、すごい。この巣はみんな作るんですか？種類によって。種類によってなの。クワカブも今日はちょっと一部あるし、まあ、寄虫系、カエル系、爬虫類、パイソン系、カメ系、いろいろいます。まあ本当に、でも普段はね、ランバージャックさんの方でも全て売られてます。はい。なので今日、イベント来られなかった方は、この動画見て、後日ランバージャックさん、小金井の方に行っていただければ、はい、爬虫類詳しい方もいますんでね、皆さん、店長も詳しいですけど、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、すいません、今日もありがとうございました。ということで、また続く。はい、ということで、小屋敷昆虫さんに行きました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、店長さん、はい、いや、餌がメインですよね。そうですよね。ですよね。気になってたんですね。いろんな種類ありますので。主食の子がいたので、主食はぜひね、タイプを見せていただけたら。これすっごい匂いが強いんですので、はい、これだけ揚げ続けちゃうと美味しくて他のもの食べなくなっちゃうぐらいよく食べるので。あ、そうなんですか。一回その食べるきっかけを与えるんで、はい、試し
小林昆虫さんのオリジナルショップですし、これ見たことないんですよ。あの東北のショップで多分売ってないか当たり前ですけど、はい、ちなみにですけど、まあ、あの小林昆虫さんのこういう餌、まあ、この昆虫ネルネルもそうなんですが、あのここに来れないからお買い求めっていうのは通販とかあるんですけど、なるほどなるほど。じゃあちょっと小林昆虫さんをちょっと探すじゃないですけれども、はい、出るみたいなので、はい、まあ、本当にこの餌、私ちょっとこれ使ってみたいと思うので購入して帰ります。そしてこちらの小林昆虫さんで販売している月夜のファームの池江のコオロギがですね、なかなかあの死ににくいと話題らしくて、とてもいいあのコオロギということで、ぜひ使ってみたいと思います。ちょっと池江とこちらもちょっと購入させていただいて、はい、使ってみたいと思います。はいはい、何か他に何かお伝えしたいこととかあればぜひ宣伝していただきたい。あとはあのこっちにあの人間用の昆虫食もありますので、お人間も食べれるのもあるからね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、では皆さん検索してください。じゃあねー、ありがとうございました。ありがとうございました。さっきね、あの小林さんがおすすめしてた、はい、昆虫食、ちょっと買おうかな。コオロギと温泉水の磯辺チップってなんか美味しそうなんですよ。これ多分美味しい。で、あられもあって、あのすごいコオロギってタンパク質の豊富なので、あの今後人類を救うと呼ばれてる、そうですね、よく言われてますよね、スーパーフードなんですよ。なんでヒロさん、あの後で食べましょう。おすすめなので皆さんも行ってみてください。はい、ということで、私実はもう持ってるんですけど、いろいろみのじさんに来ました。お店です。どういったお店でしょうかね。はい、そしてあのもう店長さんでよろしいですか。はい、もう店長さん、はい、店長さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。もうあの私そうなんですよ、カードケース実はこれ持ってて、カメのどれですか。これ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 持っていまして、で普通にここでお買い物をしたんですよ。前のあのあ、そうなんです。どこ で静岡のレプタイル、はい、あ、そちらでお買い物してさっと帰ったんですけど、はい、どうしても商品が可愛いので今回もう靴下買っちゃいました。芋虫靴下。可愛いですね。はい、超可愛いんです。そういうの好きですよね。もう大好きで、そうなんです。それでちょっとあの実はみのじさん の、 あの息子さんのトラチャンネルっていう YouTube チャンネルもあるので、あのリンク貼っときますんで、あの概要に、はい、ぜひぜひ皆さん見てください。ぜひぜひ、ね、あ、お子さんの T シャツだ。これはすごいですね。可愛い。デザインがすごいですね。ね、女の子男の子でもいいし、男の子女の子どっちもいける、うん、ユニセックスですね。あ、そうですね。セーバーで、ね、あ、大人用もあるんです。可愛い。え、ダンゴムシの可愛くないですか。ちょっと私ダンゴムシは好きなんですよ。ダンゴムシ好きだったね。ダンゴムシ可愛い、見てこれ。もうこれも大人用まであるっていう。ちょっと待って、もういろんな本当にもう爬虫類が、手ぬぐいがめっちゃ可愛いな。ここに下にもなんか ありますね。でも全部販売してる手ぬぐいで、それでもすごい蝶々とかもあるし、車で帰るとすごいカブトムシをいるかなって、いるクワガタ超可愛い。イベント以外での販売っていうのは通販をされてないんですか。通販されてる。もうサイトが書いてあるので、ちょっとリンクは載せときますね。あの後ほど概要にペット貼るので、本当にもうめっちゃ可愛い。雑貨が大きい。でも大体のお気に入り、お気に入りですよね、こちらさんのショップは。はい、そうです、あの実際もう前から商品買ってるんで、はい、そうですよね、あのちょっと今回はちょっと顔を覚えていただけたら、あの分かんないです、忘れてるかもしれないですけど一応こういう、あのこういうメガネでいつもいるので、はい、あのぜひぜひ YouTube も見てください。はい、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 独特な並んでますね。雑貨から、あのあとはね、キーホルダーがすごい可愛くて、
これとかカエルとかで、やっぱ昆虫好きの方もすごい、大みそとかもあるんですよ。そうね、これちょっと自分欲しいんだと思って、これ裏表が違うんですよね、色がね。これよくライトトラップしと、そうですね、身近に感じる、大みそです。種類が一番あって、本当にもう一個一個紹介したいぐらいなんですけど、めっちゃ種類あるんですよ。種から、ヒキガエルから、もうアマガエルからおなじみの。で、クリアファイルもあったりとか、あとはもうタオルね。あ、めっちゃ、タオルじゃないの、これ。膝掛けですね。あ、ブランケット、めっちゃ手触り良くて。で、トートバッグも売ってるんですけど、あとポーチも売ってて。本当に、小物から、もう服まで売ってるから、手拭いもそうだけど、まあ、全身コーディネートできるかなみたいな。またイベント、こちらのレプタイルズに多分出展されるとは思いますので、すごくね、もう優しく話しかけてくれるので、皆さんもぜひお声をかけてみてください。はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。ありがとう。はい、ということで、だいぶ楽しかったですね、ヒロさん。そうですね、すごい楽しくて、はい、いろいろ勉強させてもらいました。もう本当にね、ヒロさんもちょっとハマったんじゃないですか。今日はね、そうですね、種類に関してこれからまだまだ知っていかないと、まだ身近になれないんですけど、ちょっとね、袋もんがとかはすごい興味があったんで、はい、ちょっといいなと思ってますね、今。思ってますか、はい、いや、ここからもうどっぷりね、こっちの世界も堪能していけたらと。おー、わけでございます。どっぷりですか。いや、やっぱね、やってみるとね、何でも楽しいですよ。まあ、沼にハマってしまったらちょっと大変かもしれない。そうです、沼っちゃうとね。沼っちゃう。適度にハマる分には、そうですね、適度に、はい、いいかなって思います。ちょっと検討して、はい、はい、ちょっとかじってみたい、これから、はい、まあ、ちょっと私も家帰ったら購入品改めて紹介したいと思うので、皆さん乞うご期待ということで、ぜひぜひ皆さん、次は夏レプかな、夏の方かなと思うんですけど、皆さん行ってみてください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまたね、バイちゃん。